カジョ人外植物公園2013年12月、イチゴの木は、地中海地方と、西ヨーロッパ北部、西フランス、アイルランドに分布する、ツツジカイチゴの貴族の常緑低木である。高さ5から10メートルほど、幹の直径は80センチメートルになることがある。葉は、能力色で、艶があり、長さ5から10センチメートル、幅2から3センチメートルで円に挙子を持つ。 花は両生下で白色。果敢は直径4から6ミリメートルになる小径。秋に10から30下ほどからなる塩水果汁を生成する。花は鉢によって充粉される。果実は赤い消化で直径1から2センチメートル。表面はザラつき、12月に次の花と同時に熟成する。日本においてイチゴの木をはじめとするイチゴの貴族の 樹木はごく最近まで馴染みのない樹木であったが、近年は小型の園芸品種を中心に園芸店にも出回っている。多くのツ,ツジカ樹木と違い、イチゴの木は石灰湿土上でよく成長する。夏季が遅いことにより温室ではよく植えられる。庭木として成長させるときは寒木状にするより、むしろ主観になる枝を一つ選択して、 他の方がを選定し続けることが重要である。イチゴの木は水はけの良い土壌と適度な水量を好む。イチゴの木は西アイルランドの冬の寒さや夏の多湿でもよく成長するが本来は乾燥した夏に適応した樹木である。それゆえ地中海性気候の地域での植栽として役に立ち、カリフォルニア州や北アメリカ西海岸地方では 非常に一般的な低炎樹となっている。USDA ハーディネスゾーンは8から10。害虫としては、貝殻虫や、アザミウマ、病害として、炭素病、ネグサレ病、サビ病、薬病菌などがある。果実は食用になるが、多くの人はそれを味気ないものと感じるようで、大プリニウスによれば、種小業ウネドは、ウナムエドから来ているという。果実は、 主として鳥に食べられている。しかし国によってはこの果実からジャムやリキュールを作ることもある。強いブランデーの一種であるポルトガルのメドローニョなどはその一例である。プリニー・ザ・エルダー・ザ・ナチュラル・ヒストリー・ブック15・チャップ28ありがとうございます。